たまらんなということで、どうも、シャケを取ったことない、シャケトリックマグロです。さあ、ということでね、まあ、実はね、今日、まあ、まずはデビューする前に、昨日上げた動画、あれは実はですね、27日に撮ってる動画なんですよ。27日ということはどういうことかというと、まずは、なんとか動画の公式放送で、ファイナルファンタジー1から3のぶっ通し放送というのがあったんですけども、それが26日の、午後9時からあって、それが終わったのが、翌朝27日の、朝6時まであったんですよ。で、それが終わって帰ってきて家に着いたのが、まあ、8時ちょっと前ぐらいで、そっからあれ実は通ったんですけども、実は私11時の新幹線で大阪に行かなきゃいけなかったんですよ、27日。なので、通ったのはいいんだけども、なんだろう、徹夜だったし、時間もなかったし、どうしようとか思ってるうちに結局編集できずに、放置してたのを昨日、編集してあげておりましたということで、今日はですね、その大阪に行ってきたということで、こんなお土産を買ってきました。じゃじゃーん、これ美味しそうじゃない、神戸プリンということで、まあ、なんでね、神戸プリンを買ってきたかと言いますと、個人的に美味しそうだったからですいや、大阪っていろいろあって、これぞ大阪っていうお土産、これぞ大阪っていうお土産ってなんだろうと思った時になかなか思いつかなくて、なんか何々のたこ焼き味とかいろいろあったんだけども、これぞみたいなのが、北海道だったら白い恋人とかあるんだけども、まあ、大阪にあるのは、まあ、もう面白い恋人とかはあるけどもどれが大阪なんだろうと思った時になかなかいいのがなくて、迷いに迷った結果、自分が食べたいっていうのを買ってきました。で、この神戸プリンもね、誰へのお土産かというと、私へです。ぼっちの私にはね、渡す相手がいないってことに気づいて、とりあえず、自分用に買ってみたんで、早速食べてみたいと思います。パーカー！これね、おー、なんか、高級感で、こちらですね、ね、全部で、1000円で4つのこの神戸プリンが入っておりまして、で、これをね、まあ、開けて、まあ、出すんですけども、そしたら、これね、上から自分で、こんな、一緒に入ってた、この、キャラメルソースを上からぶっかけるんですよ。おいおいおい、たまらんなど、あとスプーンもついてますね。せっかくなんでこのスプーン食べてみたいなと思いますけども。いやー、楽しみ。まあね、プッチンプリンがね、まあ、1個、100円ぐらいですよね、確か。だからその 2.5 倍のお味とはいかにということで、まあ、早速。おぉ素敵よ。さあ、開けちゃったけど。たまんねえな。なんかね、艶やか。おぉ、チャレ取るよ、ちょっと。じゃあ、早速、ちょっとね。用意したお皿がね、無駄にね、大きいの用意したんですけども、入れてみましょう。はい。なんかね、ちょっとスプーンで繰り出すようにしてからやれって箱には書いてあったんですけども、そうですね、スッと出ません。プッチンプリンじゃないんでね。まあ、そもそもプッチンする箇所はないんですけども、ちょっと、付属のスプーンで、繰り出してみようと思います。ふん、よし、じゃあ繰り出していきましょう。これね、手紙ね、3つ欲しいな今。おう、あ、カメラにうまく映らない。ああちょっと崩れちゃったということで、これ早速ね、今取り出したわけですけども、これにキャラメルソースをね、かけていこうかなと思いますけど、めっちゃ美味しそう。いいね。じゃあ、これ早速このキャラメルをプリンにかけていきまーす。いくよ。なんか映ってるかな。カメラ越しに、おお、
いいね、自分で書けるってなんかいいね、たまんないね。いや直接見てるわけじゃなくてカメラ越しに見てるからね、あのぶっちゃけうまくはかかってないです。うわ美味しそう、たまんないね。いや早速いただこうかなと思います。いただきます。のほにょこ、うまー、ちょっと待って待って、濃厚、これはうまたんデラックスボンバーなんだけど、うわ止まらぬ、うまー、うん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 、幸せ、うんうんうん、うんまー、うん、ごちそうさまでした。いやー美味しかった。今日のシャケマンは、ここで説明しよう。シャケマンとはシャケクマがどんだけ満足したかというポイントである。ドルル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 250円の価値ある250円の価値ある。なんかね、久々にそもそもプリンを食べた気がする。昔ねプッチンプリンにハマってて毎日のように食べてたらすごく太った覚え出があるんですけどもでもこれ食べて太れるなら満足だよね。本当に美味しかった。皆さんもぜひ、まあ大阪なのに神戸だけどね神戸プリン、よかったら皆さん食べてみたらいかがでしょうか。ということで見てくれてありがとう。おつくまきり、たまらんな。動画を見てくれてありがとう。 PC の方は画面のこちらをクリックしてチャンネル登録してください。スマートフォンの方は登録ボタンか動画説明文の中にあるリンクをクリック。この動画のシリーズを全部見たい方はこちらをクリック。他の動画シリーズはこの後表示されます。これからもサゲクマチャンネルをよろしく。たまらんな。